こんにちは、ゾエです今日の動画は3月の結果報告イェーイ最近ね、あったかくなってきて蝶々たちも出てきました。それで僕も今年初めて採集したり、ね、何回か採集行ったりしましたね。それで、通れた蝶々とか見れた蝶々、まあ昆虫すべて何がいたかとか報告したいと思います。はい、えまず僕が今年初めて見た蝶々は えー、3月12日前橋市の県庁の近くですねでモンシロチョウ春型のオスを1匹見,か見つけましたモンシロチョウここ貼っときますねこれですねえー、っとあとが北手派とヤマトスジ町、ロシロチョウ北木町ルリシジミがいましたこの日はこの日は暖かくなったんでね結構早かったんだけどやっとね出てきたって感じですね で、渋川市、僕の住んでる近くでは、始めていたのが、山の中で天狗町ですね。天狗町。この頭の先っちょが天狗の花みたいになってますね。天狗町、赤立派、北立派、瑠立派、筋黒城町がいました。そして、この後ちょっと寒い時期が続いて、 ちょっとやっと暖かくなってきたかなーぐらいの時にの3月273月27日初めて採集に来ましたその時に取れた昆虫がじゃじゃんこちらですイカリモンガとヤマトスジグロシロチョウです、ね、この時は久しぶりにねチョウチョ捕まえたのですごい興奮しましたね 手が震えてピクピクしてました。でも山とチ尋町綺麗ですね。やっぱり日陰っぽいところにいましたね。あとその日は小足長チと変なハムシも取りました。はい。でつ、次は2日目の最終の成果ですね。2日目が3月30日、前橋のの敷島ですね。敷島で。 あったかかったんでね、前橋は。昆虫採集しました。は、え、い、ー、えその時の採集品が、こちらです。お、なんかいっぱいあるぞ。三角脂いっぱいですね。はい、三角脂がいっぱい。何枚あるだろう。1、2、3、4、5、7、8ありますね。捕まえた蝶々が、まず、モンシロチョウですね。モンシロチョウ。モンシロチョウ。 あと、カワケラも取って、あと北手、キタテハ、キタえっと、お開けのやつですね。キタテハ、して、キタテハ、キタテハ、モンシロチョウ、またモンシロチョウ。次が、はい、これ。これは嬉しかったね。モンキチョウ、モンキチョウですね。はい。これも全部完品ですね。キタテハはちょっとボロいのもあったけど、成虫のやつは全部完品で取ってこれました。 でまだ停止してないけどいずれ停止しようかなと思いますはい、えー、続いて3日目です3日目は家の近くの渋川市えー、っとやっとねあったかくなって蝶々飛んでたんでこの前の日に虫捕りに出かけました僕がね虫射で買った緑のホチワミこの日デビューしましたやっとね使ってもね虫いなかったんで 初めてキャッチすることができました。その初めてキャッチした蝶々が、こちら来たて派。来たて派です。この日取れた蝶々が、まず来たて派でしょそれで次がこれなんですよ。これそうですよ。ルリタテハが取れました。ルリタテハちょっと開けてみますか。はい。綺麗ですね。ルリタテハ真っ黒。枯れ葉そっくり。 ルリタテハが取れたんですよ。これ、たまたまね、早くて取れなかったんだけど、たまたま低いところ降りてきてくれて、やっと捕まえられましたね。あとが、ね、モンシロチョウ1匹。モンシロチョウとこっちも綺麗なモンキチョウですね。これが取れました。これ、これ3月31日なので、これでもう3月の最終版全部ですね。あ、あとそうだ。 蝶々じゃないんだけど、足長鉢バチ取れたんですよ。足長鉢バチの女王ウバチですね。女王ウバチがたまたま家の前にいたんで捕まえて転死しました。こちらです。あ、うつね。じゃじゃん転死、大変だったけど、頑張って転死できました。でっかいね、キアシナガバチのジョかなキアシナガバチだと思います。 違ったらコメント欄でで教えてくださいあったでしょうか3月もね、群馬県まだちょっと寒いですけど、田舎なんでね、あのー、ちゃんとね、モンシロチョウ、モンキチョウ、幼虫からサなギになって羽化して、そろそろアゲハチョウとかコツバメとかも飛んでてくれるのかな、4月はそういったのを、ね、乱獲はせずに、どんどん捕まえたいと思います。 この動画、もしよかったらチャンネル登録お願いします。バイバーイ